こんな時間か。そろそろこの辺で帰るかな。しまった。帰るのが遅すぎて閉じ込められてしまったか。そうだ。確かこのドアのスペアキーがこの部屋にあったはずだ。探してみよう。何か光っているものがあるな。どこの鍵だろう。よく見てみるか。よく見ると、A 組のスペアキーのようだな。やはりここも鍵をかけられていたか。仕方ない。校内をうろついて脱出方法を考えてみるか。特に何も、おや、乾電池が入っているな。どうしよう。もらっておくか。なんだこのパネルは。丸、三角。中は特に何も、特に何、電気がついている。誰かいるのかな。誰もいない。おや、ゴミの奥で。これは鍵だな。まあいい、何かの役に立つだろう。電源はつかないようだ。壊れている。見るとロッカーの鍵のようだな。この段ボール、この段ボール、どういう意味があるんだ。何か意味があるんだろうか。字を覚えておくか。中は、中は、死んでいっぱいだ。誰なんだこいつは。夜中に見ると不気味だな。おや、骸骨の口に何か書いてあるな。寝ている男にエラーをして行かせると。え、まさかこいつが書いたのではあるまいな。本当は起きているんじゃあるまいな。さあ、仕方ないな。学園を脱出するためだ。
鍵が落ちている。よし、もらっておこう。中は上に懐中電灯があるな。ダメだな、届かない。今は喉が渇いてないし。ダメだな。ピアノは得意だが、似てる心境じゃないしな。特に何、今は喉が渇い。あれかかっている。どう？何かの役に立つに違いない。よく見ると3階の男子トイレの鍵のようだな。よく見ると D 組の鍵のようだな。机の下に、どうしよう。よし、一応取っておこうかな。青々として元気そう。なんだこれ。青々として、中は、ロッカーの中にドライバーが落ち、どうしよう。よし、もらって。ここだけ鍵がかかっているなんて。お、ぴったり合うな。幽霊だと？なんだと？
手に死んでおいて、私には関係ないではないか。やめろ。そう、なんで私がこんな目に。先に進まなくては、こんなことでくじけてたまるか。いつの間に。よし、何か意味があるはずだ。綺麗に。おや、よく見たら便器の裏に落書きが書いてあるな。おしっこで髪を。あ、どういう意味だ。やっぱりわからん。外はもう真っ暗。外はもう真っ暗。本を取るためにあるんだな。私も勉学のため。おや、本の間に紙切れが挟んであるな。なんでこんなものが本の間に。どうしよう、もらっておくべきかな。一応取っておくか。私も勉学のため。おや、あ、これはエロ本ではないか。こんなものを神聖な学び屋に持ち込みよって。今は喉が渇いてない。おや、ジュース。何かの役に立つかもしれん。おや、お、ぴったり。なんだこの不自然なまでの穴。奥に何かあるのかな。よし、まずいぞ。このまま朝になってしまったら、いい恥さらしだ。おお、誰かは知らんが助かった。引っ張り出してくれんか。お願いだ、姿を。ああ、助かった。青々として元気す、青々として。